ゆうやさん、痩せました？え、ゆうやさん、王政学園に行きませんか？申し遅れましたが、私は北条香織と申します。その話を俺たちを入学させてくれませんか？お断りします。ゆうやさんは私の恩人です。それにあなた方の日頃の言動は調査済みです。王政学園では学力以上に人間性が重視されています。この授業でしたら早退される旨、私からご連絡を入れさせていただきます。他の人が見て見ぬふりをする中、ゆうやさんだけは動いてくれました。君に我が学園に来てもらいたいと思ってるんだがどうだろう。だから今日一日体験入学してみるというのはどうだろうか。どうも。沢田先生、相変わらずですね。ちゃんと先生が教えてやるからな。はい、席につけ。今日は一つ連絡事項がある。天井ゆうやです。すごいイケメン、すごいイケメン。おい、いつまでもほうけてるな。よろしくね。あ、うん、よろしく。ゆうやさん、みんなに馴染めてるでしょうか。五十嵐亮だ。亮でいいよ。俺もゆうやでいいか。どうかな、この学園に通ってみないかい。あの、こんな俺ですがよろしくお願いします。あ、でもここに通いたいって思ったから。よかった。この辺りのお店に皆さん放課後に立ち寄ったりしてるんです。ゆうやさんとは一緒に来てみたかったんです。え、あ、美味しいって評判なので食べてみたかったんです。それはよかった。美味しい。北条さんはどうして俺のことを分かったんですか？同じ目だったのですぐに分かりましたよ。北条さん、そんな、あの、もし嫌でなかったら香織と呼んでください。香織。はい、一口いかがですか？ゆうやさん、あ、ほら、これでお互い様だから。レベル235。人間？女の子？人がいるんだ、この世界にも。大丈夫ですか？あなたデクシア様！